ユーリ。クーレン、お前もしつこいな。君を思ってのことだ。お、転校生か。わからず屋の生徒会副会長さんに言ってやってくれ。こっちはおとなしく聞くようなやつじゃないんだって。後輩を巻き込んで授業をエスケープするつもりか。それはもう不良の行いだ。わかってるさ。わかった上で選んだ。サボりは罪だ。わかっていながら君は手を汚す道を選ぶのか。選ぶんじゃねえ、もう選んだんだよ。やめてください。あんたたち。君がやめて、早く逃げて。ついになんてことするの。ほら。どうしたのよ、フィー。あ、うん。あの子かしら、問題の転校生って。ベルベットクラウ、協調性ゼロ、高学心ゼロ、凶暴さ無限大。彼女に壊滅させられた学園は数知れず。はあ、どうしたものかしらね、ミーボ。誰がミボだ。ミクリオ坊や、略してミボ。あなたじゃなければ誰のことだっていうの。ミボ、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 ミボ。話を進めよう。ベルベットが及んできた数々の凶行について調べてみた。これを見てほしい。ケース1、ライフセットが不良に絡まりそいつらをまとめて半殺しにした。ケース2、学食の麻婆カレーが売り切れそうになったところで列に割り込んできた不良をぶっ飛ばした。なるほど、ベルベットの危険な振る舞いはあの子が原因なわけね。じゃあこうしましょう。あの子を我が生徒会に引き入れてしまうの。目一杯おもてなしして、ベルベットの機嫌を取れば学園は安泰よ。だが、うまくいくだろうか。根本的なところをどうにかしない限り、抑え込むことはできないと思うんだが。私にダメ出しするの。だったらダイアンを出しなさいよ、ミーボ。ほら、ほら、ほら。やめろ。ダイアン出せないならノルミンダンスを踊ってもらうわよ。誰か踊るか。ノルミン、ノルミン、ほかほかご飯。